迫り来る世紀末をものともせず、ただひたすら平和なこの町に一つの伝説が生まれつつあった。ん？大変だ。誰が落としたんだろう。北野さんがいてくれりゃ俺たちに怖いもんはねえぜ。おい、誰が情けないって。ああ、後で聞いてみゃ勝手なことばかり抜かしやがって。黒田さん。なんだ、黒田じゃねえか。お前ら俺ら白雲に喧嘩売りに来たのか。まあな、そこまで壁空をバカにされたんじゃ北野さんが黙っちゃいないんでね。北野黒田さん、北野さんってどこにいるんです。北野さん、てめえらこの白雲を舐めてんのか。小島武史17歳。学校が終わったら届けてあげよう。バスが。北野さん、ガンつけただけで白雲の奴らを追っ払うなんてすげえっすね。小島武史知ってるの。小島といや白雲の頭。白雲高校。まさか北野さん、奴らにガンつけられただけで白雲に乗り込む気じゃ。今日もまた愛しい我が校の生徒たちが元気よく登校してきた。こういう光景を見ているとまさしく校長冥利に尽きる思いだな。忘れていた、奴がいることを。北野誠一郎がいることを。それでお前たちはのこのこ逃げ帰ったというわけか。情けねえ。早見、壁空の番が変わったというのは本当なのか。ああ、かなりのやつらしいぜ。壁空のやつら、強い番長が現れて調子に乗ってんじゃねえのか。やる気かよ、たけし。坊ちゃん高校の奴らが、シャレにならねえってんだよ。白雲高校って、なかなか大きな学校だね。とりあえず、小島さんを知ってる人に会えるといいんだけど。なんだてめえ、うちのもんじゃねえな。何してんだよこんなところで。あ、すみません、ちょっとお聞きしたいのですが、小島武史さんをご存知ありませんか。何。あ、たけしに何の用だ。てめえ一体何者だ。僕は壁空高校1年の北野誠一郎と言います。北野。こいつが転入したその日に黒田を殺しかけたという化け物なのか。あの、小島さんをご存知なんですね。
小島小島ってうるせえな。白雲はたけし一人で持ってるわけじゃねえんだ。白雲ナンバー2のこの速水が相手になってやるぜ。相手になるってどういうことだろう。小島さんのところまで案内してくれるってことかな。どうした何突っ立ってんだ。ああ、やっぱり案内してくれるのか。何なんだこいつ。何の気構えもなく不意に間合いを詰めたぞ。こんな真似ができるのはただのバカか喧嘩の超達人だけだ。なんだか変な動きをする人だな。で本当におかしな歩き方をするもんだな。やられる。チッ、なんだこいつ。やっぱりただのバカ。脅かしやがって。ガッ！僕はなんて愚かなんだろう。人の歩き方を笑うなんて人間として最低の行為だよ。殴られて当然だ。さあ、君の気が済むまで殴ってくれ。気が済むまで。小島。ナンバー2に用はない。てめえらの大将はどこにいる。強気じゃねえか小島さん。てめえが壁空の新しい大将か。何度やっても無駄だ。もう一度聞く。てめえらの大将を出せ。だから言ったろ。その質問は俺を倒してからにしてくれってね。そうか。小島さん、大変です。何？早見が？ここにはいねえはずだな。うちに乗り込んでいたとはな。おい、黒田！はい！北野とかいう大将に伝えろ。明日朝末吉公園に来るようにってな。何人でも構わねえ。その代わり、もし逃げたら二度と外を歩けんようにしてやるから。そのつもりでな。北野君は知ってか知らずか、壁空と白雲の抗争の火蓋は切って落とされた。猫さん、おはよう。あいにくの天気だけど、今日こそ小島さんに財布を返さなくっちゃね。おはようございます、北野さん。あ、黒田さん、おはよう。
小島に会いに行くつもりですか、北野さん。え？どうして財布を返しに行くこと知ってんだろう。小島は白雲にはいませんよ。末吉公園で待ってるって言ってました。ああ、それじゃあ末吉公園に行けばいいんだね。ありがとう。行く気ですか、北野さん。何人待ってるか分かりませんよ。それでも小島さんが待っているなら行かないわけにはいかないよ。どうしたんです、黒田さん。てめえら、北野さんの気持ちがわからねえってのか。北野さんはな、俺たちが白雲に狙われねえようにと思って負けるかもしれねえ喧嘩をしに行くんじゃねえかよ。あんな、いつも何考えてるかわかんねえ顔してるけど、実は俺たちのこと考えていたなんて。よう、バカ三人組。何？雑魚が何人いても邪魔になるだけだぜ。ついていくだなんて言わねえでくれよ。なんだと？こら、武井さん、たむれごた、てめえの面見てやらにしやがれ。おはようございます、北野さん。どうしたんだろう、竹久くんの顔。まさか僕の見ていないところでまた自殺を。の新しい頭。なんて面してやがんだ。あんなにいるのかよ。よう、ビビってんならとっとと帰ってもいいんだぜ、バカ三人組。何？あれくらいでビビるかよ。あんな人数くらい俺たち三人で十分だってんだよ。ああ、頼もしいな。ならそうしてもらうぜ。俺は奴らのナンバーツーを抑えとくからよ。北野さん、小島さんって寂しがり屋さんなんだな。財布一つ渡すだけのことなのにあんなに付き添いが必要だなんて。北野さん。え？俺とバカ三人組は雑魚どもを抑えときますから。こら、バカ三人組ってのやめろってんだよ。昨日は俺じゃ役不足でした。小島のこと頼みます。え？小島さんに用があるのは僕だから。うん、行くぞバカ三人組。てめえ、いい加減にしろ。やる気か、たった五人で。ねえ、やりやがったな、てめえ。てめえ、白雲舐めてんのか。バカ、お前やる気ねえじゃねえか。何、一体どうしちゃったの。とにかく止めなきゃ。まとめて袋にしちまえ。昨日の借りは返させてもらうぞ。借り？あ、そうか、財布のことだな。この人が小島さんなんだ。
カバンに入れるのを忘れちゃったみたいだ。立てこれ、今さら詫び入れたって通じねえぞ。トライアングルフォーメーションアルファ。ワン、ツー、スリー、離脱。やるじゃねえか。ザコはお互い様だろ、ナンバーツー。そこどけよ、どかねえなら刺すぞ。こらタグバカがよ、そんなもん持ち歩くんじゃねえよ。出したのはてめえが先だが、責任はてめえが持てよ。なんだこいつ、全然向かってこねえ。何か企んでやがんのか。そうだよね、財布忘れちゃうなんて殴られて当然だよね。あ、手首から血が。なんだ、刃物の傷。こいつ一体何者なんだ。北野くんの顔のナイフの傷跡は普段は全く目立たないが、極度に興奮するとくっきりと浮かび上がってくるのであった。竹久くんがまた自殺を。あんなに血がいっぱい。ダメだよ竹下君、自殺なんかしちゃ。命はもっと大切にしなきゃ。親からもらったたった一つの命なんだよ竹下君。たけし、たけし、しっかりしろ。たけし、たけし、おい。負けた。大将がやられた以上、この喧嘩、俺たちの白雲の負けだ。財布、そうか、財布は昨日から胸のポケットに入れたままだったんだ。北野さん、大丈夫ですか。竹久君、手は。俺の方は大したことありませんよ。それより。よかった。北野さん、竹久君のためとはいえ突き飛ばしちゃったりしてごめんね。この償いは今度改めて会った時に必ずするからね。
て執拗な野郎だ。失神させただけでは物足りないとでも言うのか。あいつただもんじゃねえ。ただ拾った財布を返すというだけのこと、ただそれだけのことなのに、北野くんの恐怖の伝説はさらに大きくなっていくのであった。助けてくれ、わしの学校を、この碧空高校を。わかりました。ご希望通り特別生活指導員の一人をお宅に派遣しましょう。では。小磯涼子、古武道を修練する格闘少女。